日高さんこんにちは、久保です。この度はね、手取り14万円はきついですという動画に、まあ、のメッセージというかコメントですか、ありがとうございます。やっぱりこう日高さんのご経験からしても業界的に上がらない給料っていうのがきっとあるんでしょうね。介護の業界も確かに給料のベースアップっていうのは、そんなにボン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 上がらないというふうに私も感じてるんですよ。で、私の場合は正社員で介護をしてたわけではなくて、ヘルパーとしてですね、4つの事業所に同時に登録して、そして切れ目なく仕事をさせてもらったっていうね、そういったサービス提供責任者の方のこう腕もあってですね、朝6時に出勤したら夕方の6時にビシッと入ってたんですよ。それこそどっかで10分、渋滞に巻き込まれてロスすると、その後のサービスが全部後ろにねずれちゃうみたいな、本当に危なっかしいものではありましたけども、まあ大雪の時もなんとかね、遅れずにこなせましたし、懐かしいなと思っております。それからトラックドライバーさんっていうのは、なんか聞くところによると高速代はなんか自分持ちみたいなところもあるみたいですよね。行きはいいけど帰りは自分持ちなみたいなのがあったりとか、遅延罰金っていうのがあって、遅れたらドライバーさんの負担で罰金を課されるみたいなね。確かにそうなるとドライバーさん本気で走るかもしれませんけども、ちょっと安全面ではちょっとどうかなと思っちゃいますよね。で、特に昨今運送業の方のその貢献度は非常に高いと思うんですよ。今日も私ね、通販で物が届いたんですけども、これもトラックドライバーさんの汗とご苦労があればのことですので、送料がちょっとね高くなってもいいんで、私はトラックドライバーさんのなんかね待遇改善をなんとかしてほしいなと思うばかりです。これから特に国内の物流っていうのは、もしかしたら自動運転車みたいなことになるかもしれませんしね、人を買いたたいている場合じゃないと思うんですよ。ぜひ自動運転車によって経費が軽くなった暁には社員をクビにするんではなくて、社員の方の出勤日数を減らして、で反比例するように給料を上げるみたいな感じで、今までの貢献度にね報いてほしいなっていうふうにちょっと感じたりしますね。まあ私が運送業を経営してるわけではないんですけどね。まあ日高さん、いろいろといつもね気づきの多いコメントありがとうございます。それではまた友人としてまたいいコメントをいただければ幸いでございます。じゃあ今日もお疲れ様です。